始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だワン。今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。お父さん、セルが動き始めたよ。ほらの瞬間移動なら一瞬でピッコロのところまで行ける。お父さん、ありがとうございます。よくもピッコロさんを。落ち着け、ごはん。ピッコロの気をよく探ってみろ。気を感じる。ピッコロさんはまだ生きてるんだ。オラが時間を稼ぐ。その間におめえはピッコロを助けて急いでここから離れるんだ。孫悟空だな。どうやってこの場所に現れた。お前の気は感じられなかったわ。さて、どうやってだと思う？いや、聞いたところで無意味だったな。どうせお前はすぐに死ぬことになるのだから。そいつはやってみなきゃわかんねえさ。邪魔をするな孫悟空。こいつは俺が始末するんだ。バカ。悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。キュー、チハン。本気でやらせてもらうぞ。どうする。孫悟空、お前を殺すのは後回し。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか。16号、計算台を渡してセル。ほぼ五分と五分の力。何？はっ、無駄だ。太陽系、黙らせてやる。そらそらそら。はっ、はめはめはさあくっさあくっ。甘い。包帯だ。行け。なんだ。受けてみろ。飛行砲。どうした。何気に バカが。
甘いよバカが。なに君、私の完全体への野望が。その体じゃ満足に戦うこともできねえだろう。続きはまた今度にでもしねえか。なんだと、この程度の傷で俺に勝てると思っているのか。私なら無傷だし、あんたに気を使われる言われもないよ。おい18号、誰かさんばっかり戦って私の出番がなかったからね。いい加減体を動かさないと鈍っちまいそうだよ。チェ、好きにしろよ。あんたもそれでいいかい ?16 号。あ。そういうわけだ。私が相手をしてやるよ。天津飯、悪いが下がってくれるか。わかった。気をつけろよ、悟空。いいのかい、カッコつけずに二人がかりでかかってきてもいいんだよ。せっかく強いやつと戦うのに、もったいないじゃねえか。今のオラ一人でどれだけ戦えるか試してんだ。意気がってんじゃないよ。ここまで押されるなんてね。やめだ。せっかくの服が汚れたじゃないか。なんだ、
もう終わりなのか？私は元からあいつらほど戦うのが好きってわけじゃないんだよ。十分休めただろう。俺たち人造人間にエネルギー切れはないじゃないか。おせっかいな姉さんだ。さっきまであった隙がね。オラと18号の戦いを見て冷静さを取り戻したっちゅうわけか。大したやつだ孫悟空。ベジータのやつとは大違いだな。18号との戦いでもお前は冷静だった。エネルギー切れのないあいつの焦りをつくとは。面白いやつだ。戦い続けて飽きてきたし、そろそろ別の場所へ行こう。おい、どうした？さっさと。なんだよ16号、何をそんなに本気になっているんだよ。俺にとってはこれが唯一の使命だ。孫悟空を抹殺する。お前、俺の目的は孫悟空、あくまでお前だけだ。おやるしかねえんか。元気を分けてくれ。
解除する。倒させてもらう。無駄だ。もうやめろ16号。お前自爆するつもりなんじゃないのか？ん？まさか、あんたも爆破装置がついてるのかい？これが俺の使命だ。孫悟空を殺すことが俺に課せられた。じゃあなぜすぐしないんだ？その威力ならこの島ごと消えるはずだろ？やめようぜ。今のおめえじゃオーラに勝てねえ。それにおめえ悪いやつじゃねえみてえだしな。おめえから出てる殺気は本物だけんだよ。だったらセルと戦ってた時にオーラ狙えばいいがったはずだ。それでも仲間を守るんを優先したっちゅうことは。確かにこの島の近くにも動物たちが住んでいる。これ以上戦ってこの島や自然を壊したくはない。孫悟空、お前はいずれこの俺が倒す。お前たちはいいやつだった。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。これからもできるだろ。さっさと新しい服でも買いに行くよ。こんな汚い格好してらんないよ。どうやら
決着はついたみたいだな。あ、悟空、セルは、人造人間は、18号は、もしかして倒しちまったのか。また来るってよ。え？セルを倒し、人造人間が立ち去ったことで、ひとまず地球に平和が戻ってくるのだった。彼らはまた悟空の前に現れるかもしれない。しかし脅威があろうがなかろうが、これからも悟空は強さを求めて突き進んでいくのだろう。